もうすぐ YouTube 開設1年質問募集と思い出話。ナオミノートへようこそ。ウェルカムトゥナオミズノート。いやー、気がつけば7月でございますね。もうだいぶ過ぎてるけど昨年の2022年8月25日に YouTube 開設しておりますので、もうすぐ1年ということで、早いもんですねで、何回か今まで質問募集をしていたんですけれども、そのことについてお話ししたいと思います。その前にちょっと先日嬉しかったこと、私の母はピアノ教室をやっておりまして、実はここもピアノ教室で撮ってるんですけれども、そこにですね、とある生徒さんがいらしたんですね。彼女はとっても才能のある子で、クリエイティビティがすごかったんですね。こういつもこうとってもオリジナリティを発揮している子で、私は彼女が素晴らしい才能を持っていると思っていたんですけれども、私がそうだったんですけど、小学校に入る時にちょっと苦労するだろうなと思ってたんです。それはやっぱりこう自由な子自由な子ってね、まだ小学校、日本の小学校では若干大変な思いをするから、はい、こんな悲しい記憶はとりあえず置いといてねなんですけども、彼女はアメリカに行くことが決まったんですね。でもすごく懐いてくれてたから、私にもで、母のこともすごく慕ってくれたから、とても寂しかったんですけども、まあよかったなと思ったんですよ。やっぱりそのコミュニケーションを積極的に取る子でしたし、語学的センスもある子だったので、こう何も心配はせずにきっと楽しむだろうなと思ってお見送りをしたら、やっぱりね、ついてすぐに英語もマスターして、のびのび楽しくやっているという近況報告をもらってとても嬉しかったんですよ。で、彼女に私と姉が、もう30年前、でもまだなんか25年ぐらい前にこう放浪記の舞台をやっていた時代に着ていた祖母手作りの発表会用のドレスというか、おめかしワンピースを差し上げたんですよ。期待、なんだっけな、発表会で期待って言ってくださったのかな。で、そしたらそれをとても気に入ってくださって、アメリカにも持ってってくださった。そしてですね、今それを着て、アメリカでですね、ハッ、プリンセスって言われてるというお話を聞いて、とても嬉しかったんですね。いやー、祖母がですね、岡山から東京に来る新幹線の中でチクチク縫っていたというですね、仕上げ人を縫っていたというドレスが、四半世紀経て海を渡ってアメリカで、アメリカの方々に今褒められているというですね、すごくないですかこんなことあるんだっていうエピソードでございますね。はい。最近はですね、なんだか過去を振り返るというか、過去と結びつくことが多くてですね、何なんだろうね、うん、まあそんなこともあるなぁと思ったので、ちょっと、初心に帰って、質問をですね募集したいと思います。まあ私のことですとか、まあちょっとね、また鬼絡みの話とかはですね、答えられること答えられないことあるんですけれども、場合によってはね、許可取んなきゃいけないからなのですが、この動画ですね、コメント欄などにですね書いていただけたら、ピックアップして動画にでお答えしたいと思います。何回かねやってるんですけれども、はい、ぜひまた、なので、前回前々回とかで答えてた質問はちょっとごめんなさいってなるかもしれないんですが、うん、何でも質問をしていただけたらと思います。よろしくお願いします。宛先はこちらって出ている。まあ、ここら辺ね、コメント欄が多分、ここら辺にあるでしょう。ということで、まだまだ引き続き YouTube 頑張っていきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。まだしてない方、チャンネル登録、ご評価、よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ナオミノートでした。See you! バイバーイ。